はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ありがとうございます。あれです。おー、れ、あ、しまった。おー、爆捨て。爆捨てが、撃ったら爆捨て。こんな感じなのかな。あー、そんな感じなのかな。俺、爆捨てはね、好きじゃないんだよ。いつも言ってるけどね。別に、ネズミを媒介としてるわけじゃないよね、媒介っていうか。ネズミ。爆弾、ネズミ、爆弾、ありがとうございます。これは爆弾ではない。拳銃は、爆弾を爆発させるためのものとして使った方がいいですよというコメントをいただいています。ありがとうございます。あ、危ない。じゃあどうしようかな。ボタンでも使っちゃうんだよな、うっかりね。ボタンがそこにあるとさ、使っちゃうんだよね。これあんまりね、ノロノロしてられないんだよな。じゃ拾ってください。捨てられない割にね、登ろうとするんだよ。登れない。ちなみにこれトゥームレイダーじゃないんでね、これ崖捕まえとかできません。まさかと思ったけど、二段ジャンプはできるわけがない。オッケー、行こう。ほら、よし。あー、ホーミング。ちょっと待って待って、変な、下手に進まないでもらっていいですか。うん。でもな、これな、これやっと、こうやってやっていかないと多分死んじゃうからな。余裕の余裕のね、落下し待ったなしがね、訪れる。これ飛べそうだよね、奥。バグるかな？マリオカート状態になるかな？マリオカートはちゃんとね、10ゲームが戻してくれるけど。おっ！あ、いける！大丈夫？大丈夫ですか？行っちゃったんだけど。あ、大丈夫そうですね。よかった。あ、もうホーミング、完全にホーミングしてるもんね、これ。何を向いてんの？あ、いるじゃないか。あ、いた。おるか。おい、やめろ。なかなか、そう、思った。あー、巨人。あ、いた。そのね、横っぷりが、あぶれ。おい、なんか、やばい系の。なんか、やばい系の。これ入って大丈夫なのかな？俺がただいたずらに HP を削られるだけなやつ。うわー、開けんな、勝手に。はい、コメントありがとうございます。ネズミさんもね。え？これはなんだ、松明？ダイナマイトか？あ、松明だ。はい。いるんですか？ああ、いるね。触手の雨あられ。やめてくれ。うわ、よし。ここどこだ？あ、これ早めに。あ、なんすか？ちょっと、出だしからさ、早いんで、ね、攻撃までのモーションがね、強いな、これ強いな。でもな、一回はみちゃえばもうこれ終わりだからな、このゲーム。荒いんだよな、そういうところは。あー、また出た。やめてくれ。うわ、危ない。場所が悪い。ちょっと、ギガースみたいな、これ。ワンツーがちょっと、ワンツーが鬼だな。よし。ちなみにこのゲーム、水にね、水辺に叩き落とせるらしいので。あ、また出た。おーれ、あれなんだ、自分の落石に自分で食らっちゃったのか、それともここ落石エリアかな。あ、終わり？いいかい？やりすぎ。死体蹴りは美しくない。落下物が全部多かったよね。ね、コメントもありがとうございます。ね、なんでこんなゲームやってんですかね。あー、やめてくれ。うわ、おいどん、まだ死にたくないでおこらす。結構広いな。出口はどこだ？下手にぐるっと回って、おー、なんだ、お前、ここにも羽しびとの応酬が。だが入っちゃうんだな。永久が入っちゃうんだな、このゲーム。ちょっとした回復、このゲーム回復はね、ちょっとした回復だったら、やめてください。あー、強い。なんな、ちょっと待って、やばい、危なかった。今完全に俺が今はめられてたね。永久が入ってた。終わったかと思って。
運を言わさぬ。えちゃん強いなもう。こうなんだろうな、お互いがさ一方的なんだよね。あ、まだいる？まだ来てる？よし。お、キャンプファイヤー。燃えろよ燃えろよ。あー、また来ちゃった。また来ちゃった。よし、入った入った。よし、感じない。ほら。おい、ちょっとちょっと待って待って待って。よしよしよし。確定反撃。なんだこれ。なんだこのゲームは。永久を入れ続けるゲームだよ、本当に。むしろ永久入れないと、これ、逆に俺が死ぬパターンだもんな。敵の復活はないとなると、さっさと、ねえ、行くべきところを決めな、ああ、難しい。行くべきところを決めないと、わかんないもんね。わかんないと、ね、緊張が高まって死んじゃうんだよね。緊張が高まって死ぬってどんなことなの？どういうことなんですかね。マジで死んじゃう。ゾンビさん、ありがとう。君は友達だ。あえて、ね、友達なんだけど、殴るのは俺なんだ。いい友達だ。なんか今アイテムがあったような気がするんだけど、そんなことよりまず前に進まねえだな。あれ、ちょっと、あ、危ない。あ、普通のジャンプでもね、前に進むんだよね。だから、これを利用すれば、多少難しいな、でも。ここは、前で。あぶれ！ちょうどいい場所ないんじゃねえか、このゲーム。あ、ちょっと。今、相打ちでしょ。このゲーム、相打ちはないんだっけ？お、予想外。ちょっと、強いな、もう。ゾンビはいい。ゾンビはほっといていいからさ。あー、死んだか。1、2、3。おいおいおい、回復はね、本当にできない。うん、ここからどこに進めばいいんだ。デビルメイクライだったら勝手に進んでくるんだけどな、船が。はい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 、そっちじゃない。名もなきお姉さん、ちょっと俺の向きたい方に向いてくださいますか。よしよし、この一生蹴りでやっていく様が面白いな。蹴りの方がね、でもね、強い気がするんだよね、なんとなくなんだけど。あ、いるね。え、これ俺痛いの？痛くないの？痛くないらしいですね。じゃあ、あの心臓も取ってよかったんだね。拾って、もう一個、ありがとう。これちっちゃいハートが、ああ、ちっちゃいハートというか回復が、あれ、ちょっと待って。あれ、行き止まり？あら、ちょっと。お、なんだ、なんだお前。お、でや。よし。下にいるな。何をすればいいんだ？謎解きは苦手なんだよ。時間制限付きの謎解きなんて。あっちゃいけ、危ない危ない。戻ればいいのかい？戻っていいのかい？それともここはただ呼吸ポイントと考えればよかったのか。シュッ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 、入らないんだよ、技が入らねえんだよ。思った以上に。敵ルートじゃねえのかな。変なことしなきゃよかった。ここどこだ。いて、君が一番強いよ。お前がナンバーワンだ。お前はナンバーツーかな。俺はナンバースリーでいい。シュッシュッシュッ。こう前、ブレードの方が、ブレードの方がね、前のめりに突っ込むんで、距離を、ね、触手との距離を離したいときには、そっちがいいかもしれない。これ本当に前行けねえんだろうな。行けないんだな。よし。よろしいんですね。じゃあ、ガード、ガード、危ない。あー、ここはどこだ。あー、また出た。これ、無敵か。あー、またか。また君か。壊れるな。よし。ほい、ほい、ほい。
ここにいると危ないんだよ。どいてくれどいてくれ。俺はそのダブルアタックで死にたい。ああなんだこのトゥームレイダー、俺はこのゲームを知っている。 いたずらにララクロフトの HP がゴリゴリ削れていくやつだろこれ。何に引っかかってんだお前、やめてくれ。ほーれあいいね、いいぶっ飛び方だね、非常に好印象だ。ほい、オッケー。おなんだ餅つきしてる。何これ何これ、覗きたい覗きたいけど覗くようなものではないらしい。そろそろクリアでいいんじゃないか、そろそろクリアでいいんじゃないか、そろそろじゃ俺が回復するか。1、2、3、こうだね、うん。ただ信用できないんだよな、1、2、3。でもこんな感じかなっていうのはね、ようやく分かってきたけど、ここでさ、どっかでスイッチ入れないと扉が開かないのがやめてくれよ、これ。開かないんだな、これは。どうすんの、これ。ここから探すの？ちょっときつくね？どこよ？無理だって。いや、落ち着け。こういうのは大体近場にね、あるはずなんだよ。例えば、その餅つきが怪しいな。ダメですね。違いますね。はい。あ、緊張してきたよ。俺は一切緊張しないんだけど。ん？こっちに何かあるか？お、いや、ほらね。ほら、優しいもん、このゲーム。遠くじゃないんだもん、近場にスイッチがあるんだもん、非常に好印象だ。よし、これでクリアでしょ。あれクリアじゃない、ちょっと、あーありがとう、君は友達だ。1、2、3の、あー今ね4回ボタン押しちゃったんですよね。シビアだな、コンボはシビアなのに敵との戦いは非常にね、なんだろうな、なんだろうな、大味というか、荒いよね。これだって、これでさ、これで終わるのは荒いよね。まだいるな。あ、違うか。ギシギシしているだけか、何かしらが。でもね、このゲーム、カメラが上向かないんでね、上に何かが、みたいなのはできないんでね。あ、来た。え？あ、俺もそこ通っていかないといけないのか。いや、おい、どうすればいいんだろう、これ。お、頑張ってる。やるじゃない。お、頑張ってる。すごい。あ、で、俺もだった。え、どうしよう、これ。あ、くたばった。俺の緊張ゲージが増えない。自分でとどめを刺さないとリラックスできない。なんて女だ。そしたらもうクリアかな、もうクリアかな。クリアじゃないんですね。そろそろクリアでいいんじゃないかな。ここだな、匂いでわかる。一応見といてね、回転回ったら嫌だからね。よし、ほーれ、やったぜ。ちなみに、これ、何？モンスターズ、80Z?80、なんだろう。アイテムは68、あ、これ、パーセントか。タイムが13分。長いですね。セーブがね、めちゃくちゃ早い。もうここのテキストはね、諦めました。結構早かった。今回テキストは短かったからさ、流し読みで。何を構えているんだ。あ、別にそういうわけじゃないと。墓場か。墓場か。墓をぶっ壊すのも、はい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 。あ、また狼少年じゃないか。また死にに来たか。今更もう怖くないんだよ。骸骨剣士でも出てこない限り俺はもうひるまないぜ。あ、また狼少年か、また君か。なんか動きが早いな。
お、話は聞かせて、このゲーム話は聞かせてもらった的な、敵のね、出現が多いからね。適当にこれさ、この辺でソバットとかで、ね、いいんじゃないかな。出だしをソバットでもう砕くとかさ。これ開かないかな。開くんじゃないよ。開いて欲しくなかったの、俺は。こっちに入りたい。お、なんだこれ、キングス感あるな。ほれ、開いて。やるじゃない。ありがとう。ありがとうございます。拾えない。あ、阻まれている。この棺桶。よしよしよし。手こずらせようって。あれ、この棺桶もなんか開いているような。気のせいかな。お前ら死にたいらしいな。こうガードしながら、ガード。ん？え、なんで？なんで？違う、そっち、あ、拾おうか。お前もとっとと攻撃を入れるんだよ。待ってんじゃないんだよ。ホーミングしてこないんだな、これは。ステップ、よこして、よし。よし、で、これ多分サンダーは強いんでしょう。前回なんかすごいいっぱい使った気がするんだけど、全然覚えてねえや。お薬も全然覚えてないしね。ソーバット、よし。あいだ、やっぱ飛び込みが強いね。うん、飛び込みが強い。格ゲー本当にやってるみたいな。それも 2D の鉄拳はね、飛び込みはないんでね。あ、まあ、鉄拳7にはね、若干の飛び込みがあるんだけど。はいはいはい。これさ、だって引かぬ、こびぬ、帰り見ぬのが一番強いでしょ。そうは、おい、ダイナマイト。俺がただいたずらに食らっただけじゃねえか。あ、うわぁ。さすがに音量とは戦えないらしい。あー、出てこないで。おい。出花をくじくスタイル。うわ、起き上がりにそばっとで胴体真っ二つか、なかなかえぐいな。格ゲーだったら完全に心折られてるぞ、これ。そういや、何だったっけな、モータルコンバットだったっけな。海外のさ、格ゲーっていうのがあって、結構なんだろう、えぐいというか、切断があるんだよね。切断があるっていうか、そういう描写表現が別にね、日本でもあってもいいんじゃないかと思うんだけどね。この国お行儀がいいもんで、例えば昔のゲームだけど、サムライスピリッツっていうゲームも、昔はなんだろう、強攻撃とかなんか斬撃でフィニッシュを決めると、ちゃんとね、女子供構わず真っ二つにぶった切られる描写がね、表現があったんだけど、 PS2 ぐらいですかね、 PS2 なのかな、ゲームちょっとポリゴンになってからね、海外製のゲームじゃないと、なんていうの、海外製とか輸出版っていうのかな。無言なんだよな。じゃないと、そのぶった切り、腕とかね、胴体がぶっ飛ぶ表現で、ね、規制されているっていう、なかなか寂しいものがある。だからあれだな、多分ソウルキャリバーとかもそういう規制とかがあるから、胴体真っ二つにならないんだろうな。はい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 。あんまりでもあれだな、怖い表現はないですね、このゲーム。でもね、ゲームでしょ？別にさ、胴体が真っ二つになったっていいじゃないですか。ダメかい？それともあれかな、最近のね、PS3、PS4 のゲームだとちゃんと胴体真っ二つになるのかな？ショットガンぶち込んで、なんか胴体吹っ飛んだ記憶がないんだけど。サイコブレイクしかり、なんだっけ、ラストオブアスにしかり、吹っ飛ぶ表現はあるけどね、え、即死攻撃を受けても即死じゃないもんね。確かジョエルの口がぐちゃぐちゃに裂けた、引き裂かれたぐらいの表現しかなかった気がするんだ。ほーれよっと、あ、ソバットが、
ソバットが入ら、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、まじ。そう、このゲーム下手すると永久だから、ね、ターン制だからね、俺のターン。ずっと俺のターンになっちゃうからさ。あ、やっちゃった。ね、回復は取っておけと、あれほど言われているにもかかわらず、湯水のごとを使っていく。こう、松明、あ、松明でも多分、いいんだろうな。松明でも、はいはいはい、どうも。多分、チャッカマンとしての役割は、そば、果たしていくの。どう、何？なんだ、シャドウストライカーがやるな。一回なんかステップとか入れて完全にロックオンしてさせた方がいいのかな。これはそばっとこう前入れ攻撃即ガードとか、あー遅いな、ガードが遅いな、無理だなこれ。多分開けたら最後一撃が待ってるだろうな。でも開けちゃおう。横から開けるって手もあるから、そうすると。あとは、相手のゾンビさんがどれだけ優秀かにもよるけど。え、ちょっと待って、これ、どっから拾うのこれ。あ、器用だね。お、ダブルアタック。ダブルアタックとはいえ、シュッシュッシュッ。で、ソバットから、今連続攻撃を叩き込んでいくと。楽勝ですね、このゲーム。今のところはまだ。てかそのハードモードにもかかわらず結構ねアイテムもね出るし、まあ、むしろその強力なアイテムっていうのは一体何だったのかとね。ハードモードでは使えないらしいんですけど、これ以上、あ、コンティニューすると先行っちゃうんだよね。だからセーブをして、これで今回は22分。まあボス戦でもなければ一回止めよう。スパイダーを解き放った。あ、やばいですね、ボス戦ですね。あれ、あ、ボス戦じゃないね。これは何なのこれ。え、ボスじゃないよね、違うよね。あ、違うもんね、これ永久入っちゃうもんね。こういうさ、なんだろう、巨大ボスじゃないボスがいたとして永久入ったらこのゲームダメです。このゲームはダメですよ。いないもんね、ボス的なもの。開けちゃう？出てこない。ああ、出ないですね。 OK、 じゃあ一旦ここで区切りましょう。次回はここから、まあ、もう一回彼には登場してもらいましょうね。